群馬の由美子です。今日は2023年8月の何日かな、わからなくなっちゃいました。夏ですね。お元気ですか？群馬はね、海なし県で、というはずなんですが、なんか海が来てしまったような感じで、あれもうマッドホラットがあったのかな。最近マッドホラットあったんだっけ。ちょっととぼけております。そうですね、なんかね、あれですよ、マドモアゼラー先生が、毎日動画をアップしないってことで、これはチャンスって言うんで、私がね、その場所を取って変わろうと思ってたんですけど、なかなかね、動画の更新をするっていうのは難しいもんで、最近はなんかあれですよ、国会議員の原口雅宏の YouTube をねがなんかおすすめに上がってくるんで、毎日見たりしちゃってまた視聴者に戻ってしまう。ちょっとこれはいけないと思って、こんな適当なおしゃべりですが、ちょっと配信しておこうかなって思います。そうそう、原口雅宏って今立憲民主党の人なんですけどね。原口さんってあまりよく知らなかった。昔民主党政権の時に総務大臣でしたよね。でなんかすごい頑張ってたなっていう感じは知ってますけど、そんなによくは知らなくて、でもああやって YouTube でね、毎日毎日おしゃべりになってるのをね、聞かせてもらうと、あ、この人はすごい真面目な人だなって、いろんなね、お人柄が分かってね、いいですね。ああいうの皆さん国会議員の人やればいいのにね。でやっぱりすごい真面目にね、政治のことをやってるなっていう感じで、まあちょっと純粋すぎるような感じもしますよね。よくずっとやってるなって、あの純粋さでね、あんななんかその地に毛量がいっぱいいるような永田町ですごいなって思います。まあ奥さんが素晴らしい方だったみたいで、なんか10年前にね、脳一血かなんかで亡くなっちゃったんですってね。でそれも国会議員のなんか宿舎にいてたんだけど、その倒れた時に熱中症と間違われて、なんかそこは医療体制がすごいバッチリのところですって、なんかどっか委託してた、なんか民間がやってたんですかね。かそこがそういう看護婦さんとかお医者さんとかもバッチリですっていうような医療体制を売りにしてたみたいなんですけど、なかなか救急車を呼んでもらえなかったとかね、なんかそんなようなことをおっしゃってましたね。それがもう残念だっていう、それがね、3時間後にやっと病院に運んでもらったのかな。それがもっと早ければ今の医療だったらね、また助かって、まだ、ね、一緒にいられたんじゃないかなって思ってらっしゃる感じですね。もうだからそこの、その誰だったかな、亀井静香が言ってくれたんだっけな、ちょっとおかしいんじゃないかってね、そういう医療体制バッチリなはずなのにどうしてこうなっちゃったんだってなんか調べて、そしたらその看護婦さんもなんか病院勤務したことがないペーパー看護婦さんだったとかね、なんかやっぱりいい加減なことだったみたいですよ。だからさ、そういうこう何いいこと言って実際はね、そういういい加減な運営をやってるのがよくある話で、本当に世の中ってそういうの多いなって思いますね、大人になってみると。なんか、それでね、原口さん、私原口さんね、見たことある、お会いしたとは言えないね、見たことあるんですよね。群馬で三宅由紀子さんっていうね、
小沢ガールズの候補者がいて、高崎の辺ですよね。で、もう議員さんになってたんですよね。その時民主党政権だったのかな。そうそう、西松事件やられてた時かな、小沢一郎が。それでその時に国政の報告会みたいな、そのなんか政治集会があるわけですよね、その三宅さんの。でそれが高崎のホテル、なんか駅に直結してるホテルのなんか大広間みたいなところでやったのをね、私その時ちょっとね行ってみたんですよ。そう、まだ若かったですね、私もね。民主党政権頑張ってる、よし行ってみるぞって、そんな政治集会になって私行ったことないんですよ。それをね、ちょっと勇気を振り絞って行ってみました。その時だっけな、あれ忘れちゃったな。その時原口和弘総務大臣も来てたんですよ。ちょっと来てわーっとね、すごいなんか年金の消えた年金問題やってた時かな。で年金はその一括して、GPIF っていう民間のその運用会社に預けちゃって丸投げしちゃって、でやらせてるって。で多分それがあれですね、アメリカのその、危ない債権とか買わされてたんじゃないんですかね。なんか そんな感じで、そういうことしてるからダメなんだみたいなことをね、もうわーわー演説してね帰ったんですよ。この上を向けばこう青空が広がってるんだ、ね、何だったかな、なんかね、そう教育の話とかもしてたよね、だからもうその、青空を、仰ぎ見てみんな頑張ろうみたいな、こんだけ広い可能性があるんだっていうようなね、そんなような感じ、熱血でしたね。ほんでね、なんか熱に浮かされたような感じで喋ってるんでおかしいなと思ったんですけど、そしたら実は原口さんは、熱があるのを押して、今日高崎まで来てくださいましたって言っちゃった。コロナ後の今ではね、ちょっとそういう行動は考えられないですよね。ちょっと熱あるんだったら家にいてくださいっていう、そういうね、今あれですけど、まあ当時はまだ何でしょうかね、そういう猛烈議員みたいなのが OK だったんですね。いい時代になりましたよね。コロナのおかげで具合悪かったら休めっていうね、まともな社会になってきたなっていう感じがします。何にでもいい面と悪い面がありますので、いい面の方もいろいろ見て、明るくやっていきましょう。そうだから、そう、原口さん、その時あれかな、私細野豪志も見たことあるんですよ。細野豪志が来て演説してるのも聞いてたの。それ違う時だったね。そうそう、その時は私セーター着てたから、小池じゃない、何ゆき子さんだっけ、名前忘れちゃった、なんとかゆき子さんの時は私はノースリーブのワンピースだったので、夏でしたね、あれ。まず暑かったんだ、あの時。ちょっとやっぱりこの人間の記憶っていうのは本当に脆いもので忘れちゃう、混同しちゃうってことがありますから、やっぱり自分の記憶はこれこうだった、こうだったよ、絶対そうだよっていうのは危険ですよね。三宅由紀子さんもね、なんかね、私もう5年かそこら前に亡くなったっていうのをヤフーニュースで見ましたね。なんか海で亡くなったっていうんで、ちょっとそれがね、ちょっとそれ調べたんですけど、全然何にも情報がそれ以外なくて、なんかちょっとね、あれどうしたん、何があったんだろうっていう感じで、でね、またね、三宅由紀子さんの看板が今でもね、前橋の街の中にね、いくつか立ってるんですよ。どういうお家の前とか、だからそのお家の方が意識的に立ててあ
あるまんまなんだと思うんですけど、だから支持してる方なんですかね、支持してたっていうかね、やっぱりいい人だったんですかね、三宅裕子さんは。ねえ、よくわからないんですよね、何があったんだろう。ね、まだ若かったのに残念ですよね。そういうわけで最近原口和弘のライブよく聞いてて、でもあの人はね素晴らしい、あのまともに、応対するんですよね。そのなんかこういろいろコメント、ライブやってるライブ中継なんでいろいろコメントとか入ってくると、そのまあちょっと茶化したっていうか、茶化したような人とか、そんな熱くなりなさんなみたいな感じの話を言ってくる人に対して、いやこれはちゃんと言わなきゃいけないんだとかね、ちゃんとこれは怒んなきゃいけないとか、そういうことをねはっきり意識的に言ってくれるんですよね。やっぱりチャラチャラしてないんですよ。それがいい。そのやっぱりああいうまともな人が、そして国会議員という地位のある人がね、何年もやずっと国会議員ずっとやってる人が、総務大臣までやった人がね、そうやってはっきりしたその基準をね言ってくれると、あそうだよね、私たちもここでそんな例えばディープステートに対して何言ったってそんな勝てるわけないんだからみたいな、そういう人もいるでしょ。そういうノリじゃなくってまともに、だからね、だから政治をさ軽視する人がいるじゃないですか。別にそれは構わないんですけど、その人の考えだからいいんだけど、でも政治を真面目にやってる人、真面目に考えてる人、投票行動で世の中なんとかなるはずだって思ってるような人に対して茶化すのはやっぱりいけないよね。それはそれで真面目にやったらいいことだと思います。だってそうでしょ、2016年のアメリカの大統領選挙の時、ヒラリー勝つ気満々でさ、ね、いろいろなんか細工もしたようなYouTube で言っていいのか分かんないんですけど、そういうような話だったのに大逆転でさ、トランプが勝ったわけでしょ。そういうことが実際に起こるわけですよ、ランドスライドっつったっけ、雪崩みたいにザーってね、みんなが投票に行ったらトランプ勝っちゃったっていうね。だからあれがやっぱり、あれがなかったら今こうなってないんですよね。あれでヒラリーに、なんか負けてたらこうなってないんですよ。このお目覚め劇場やってないんですよ、できない。よかったですね。もうだから今頃その何、核戦、これ言っていいんかな、核戦争とかでね、なんか冬の時代が来てたかもしれないですよね。でみんなお金のある人は地下に潜ってさ、私たちもみんな死んじゃうわけそんなねえ、ところが今この暑い夏を経験できてるわけです、今年も。それでね、トランプがねまたなんか起訴されて、また逮捕されに来たよーみたいな絵をね私見ましたけど、ちょっと後で載せますね、そのうちね。さあまあそんなことでね、今日の音声はいかがですかね。これね iPhone で撮っててそのままアップしようと思うんだけど、結局私が声の張りがやっぱりなかったっていう、声が小さかったっていうことが一番の原因のような気がします、この音声問題ね。群馬の由美子の動画の音声が小さすぎる問題、やっぱりある程度声出さなきゃダメだっていうことみたいな。あ、それで私最近なんか BGM とか入れたりなんかねいろいろやってみてるんですけど、一番心配なのはですね、最初の頃にコメントを入れてくださった方でね、不眠症で、あなたのこの動画を聞きながら眠れぬ夜をね、まあなんか過ごして
あの慰められていますみたいなことをね書いてくださった方がいて、ロングバージョンお願いしますなんてね、あの素晴らしいあのリクエストいただいたりして、その方がねすごい気になってて、あそういうニーズがあるのかって思ったんですよ。不眠症の人ねって、その人が心地よく聞けるかどうかっていうのをいつも意識してるんですよね、割と。だから BGM 入れて、その人どうかな、 BGM はいらないんだけどな、群馬紅子さんって思ってたらコメント入れてください。だから BGM 入れる人入れない人作ったりね、 BGM も割と好評なんで、あのいいよっていう方はねコメント書いてくれるけど、ちょっとあんまり良くないよってことはみんな優しいから、そんなにねちょっと嫌だなっていう人はあの黙ってあのやり過ごしてくれてるはずなんで、まあ、BGM なしもいいよっていうコメントもお待ちしてます。うん、そう、私もね昔眠れない時期がありましてね、ハルシオンを飲んでましたね、なんか睡眠導入剤っていうやつね、結構ね何年も飲んでたんですよ。それでね、ある時ある素晴らしいお医者さんに、あの木村先生っていうね、あのキムチャンネルっていうのを YouTube でやってるね先生なんですけど、あのペインクリニックの先生ですね、木村ペインクリニックの筋膜リリースとかファシアのね今最先端行ってる先生ですよ。ファシアというのはその筋膜とかの、その筋肉以外の、あ、じゃあごめんなさい、痛い、例えば腰が痛いっていう人の原因があのお尻の筋肉にあったりとか、そこが癒着してるんでつるっとこう動かないから、あの引っ張られて腰が痛いっていう、まあちょっと正確かわからないですけど、例えばそういうようなことで、そういうのをこう軽い麻酔薬を打って、あの癒着を剥がしていって、でツルツルツルと動くようになればあの痛くないと、そういう治療をねずっとやってて、研究会なんかも作ったりしてやってらっしゃる立派なお医者さんなんですけど、そのお医者さんにねずいぶん前にね、もしかして睡眠薬飲んでるみたいなこと言われて、あ飲んでます、ハルシオン飲んでます、それやめた方がいいよって。なんか先生もいつもこういろんな本読んでて、この本にさ書いてあるんだけどさみたいな、あのそのこのトリガーポイントブロック注射っていうんですかね、ファシアリリースの注射はねなかなか効かない人がいると。それは、睡眠薬飲んでたり、あとはなんだろう、抗精神薬とかもかな、まあ、なんかそっち系のを飲んでる人はなかなか治らないんだって、痛い痛いってずっと言ってるみたいな。